一粒が千粒になる。しめしめ今日も懲りずにやってんな。しめしめ今日も懲りずに食いに来たな。一粒が千粒になる。一粒が千粒になる。カット、カット、カット。おい、テキスト誰だ今携帯鳴らしたの。ちょっとさ、本番中なんだからさ、はい、誰、はい、すいません、あの、皆さんそういうの この後ないよ、君仕込み、あ、違います。じゃあ完全に仕込みでしょ。一生懸命さ、役者さんやってんだよ。気をつけようよ。すいません、本当に、ね、あの、関西から2人とも来てくれてるからね。このためだけ。ちなみにエキストライベント出場の2度目のあのエキストライベント出場の方、あのこの辺で徐々に待機しといてもらってもいいですか。お二人ね、はい、お願いします。はい、ご連絡聞かなかったらついてください。回想シーンの音が2個あったんですけど、はい、回想シーンの音が、あのコッケコッコダラララタタタンで、あれで一つです。あれで一つ。はい、ちょっと行きましょうね。これ締めてやられば7枚。あ、そこそこ、あ、あとね、すいません。あ、お客さんこっちだ。はい、
今日はこちらからお越しへ来て、横浜市からお越しのお名前は山中いつきです。いつき君は何年生ですか？中1です。はい、ありがとうございます。今日は特技を披露してもらえるということで、何やるんですか？アクロバットです。おお、ね、本当によく勉強できそうないい子だね。ここぐらいの幅でない？アクロバット？アクロバットやるの？あ、そう、結構簡単なやつですね。大丈夫。横浜の、はい、じゃあ一人ずつ行こうか。はい、皆さん、優しい気持ちで見てあげてくださいね。そんな広く使うの？それではですね、横浜市よりお越しの五木くんで、エントリーナンバー1番、簡単なアクロバットです。拍手をお願いください。佐々木翔子さんで、簡単なアクロバットです。よろしくお願いします。